Welcome to Superstar Channel。 自己紹介をちょっとお願いしてもいいですか。自己紹介、はい、堀江和弘と申します。マスターガレージここ宇都宮でお店始めて20年ぐらいやってます。もともとドリフトの車をやるつもりはなくて、綺麗な GTR とかそんなばっかりやってたんですけど、はい、どうも日光サーキットが近くで、なんか改造車がいっぱいあるぞっていうんでタイヤを交換させてくれとかちょっと見てくれっていうのが、まあ、ドリフトがちょこちょこ来るようになって、もともと汚い車ばっかりやだなとか思ってたんですけど、そのドリフトやってる子たちがどうも20代の時の俺だなと車好きでもうお金を全部それにつぎ込んで夢中になって走ってる姿を見てて、はい、ドリフト面白いなという感じで、ドリフトと関わるようになりまして、あ、ね、そうなんですね、やってます。まあ、マスガレといえばもう学取り選手の駆け込み寺というイメージが強いんですけど、やっぱりもう 数多くの学取り選手を面倒見てきたと、はい、いうこともありますけど、小島君も ね壊れちゃったもんね。やっぱり それとさっきのと同じ感じで、ドリフト侍、ね、いい加減な男が、よく来るようになって、はいはい、で、開催2回目から日光サーキットでやるようになったのかな、はい、その時にまあ、ドリテンの企画でそういう大会をやるんだと、で、何か協力してくれないかということで、そこからもう約何年だろう17年とか8年とか、うん、付き合ってます。ですから学取りの開催日は、まあ、日光が多いんですけど、その日はまあ休みの日でもお店を開けてずっとお店でジュース飲んで待ってると、まあ、朝からちょこ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 アームが折れたとかちょっと溶接してくださいとか部品がないですとか、そんなのがゴロゴロ来るようになって、あ、でそのうち、何年だろうな、2007年かそのぐらいに、近くに日産学校っていう学校があって、はい、そこに、お客さん、そこから若い子たちがちょっと集まってて、その子たちが、まあ、学取り目指してると出たいっていうん でそれまではその手伝う側、横から見てる側だったりするんですけど、そのあたりからちょっと自分ところのお客さんで出してあげたいなっていうのもあって、はい、でここ最近はその西と東が東西線みたいになって、例えば九州の方から日光サーキットに来るっていうと、まあ、トラックに積んできたり輸送できたりした時に泊まる場所がどこもないとか、まあ、当然その大阪の方から来てね、栃木のビジネスホテルも何もわからないんで、まあ、車置いといていいよで日光走ったことあるって言って、走ったことないですって言えば、まあ、うちの常連のビデオを見せたりしてこんな感じで多分走るぜとかっていうのをやってるうちに、まあ、いつの間にかなんかいいなと、まあ、当然それにその親子連れで手伝いに来たりとか、まあ、ショップさんでずっと若い子を育てて面倒見てるのを見てると、まあ、その頃羨ましくてしょうがなかったですね。いいなと、いつかそういう元気のいいその頑張りたいっていう子でも来たらちょっと俺もやりてえなって、いつも助けてるばっかりじゃなくて俺もなんかその後ろでなんかあたふたしてみてえなっていうふうに思っていて、はいはい、まあそれで話にも出ると思うんですけど、最近有名な世界のマス松山君が来たっていうような感じです。そうなんですね。仕事内容の方をちょっと紹介していただけたら、一般の人に何やってるんですかってよく聞かれるんですけど、暴走族かなっていつも答えてます、暴走族のような車を作ったり売ったり、直したり壊したりして、それでなんとかご飯を食べています。一般の車もやられる？一般の車も、はい、当然修理もしたりしますよ、はい、車検とかね、はい、もう日光サーキットでもし壊れたらとりあえずマスガレに来ればっていう時代がもうここねだいぶ学取りで関わった人とかはもう大体そういうもんだと
思ってそのように対応しているのですが、うん、ここ昨今パーツがどんどん枯渇しておりまして、そうですね、うん、近所の同業他社さんとかにおいてもあってもないって答えるしかできないよっていう話もよく聞くような状況で、とはいえまあね、頼まれたらあるものは持ってってっていう感じですね。はい、そうですね、こっちに宝の山が、ゴミだか、ね、あの宝の山が、はいはいはい、隠し持ってるっていうのも、はい、うん、ありますね。そうですね、はい、特にあの、それこそ本当にドライブシャフト、うんうん、ニコ6ケツのシルビアのドライブシャフト、はいはい、やっぱさすがにだんだんなくなってきたかな、まあ、あのオーバーホールしてリビルドして在庫しとくなきゃいけないのかなっていう状況にはなりつつありますね。うん、そしてじゃああれ、はい、車のそのカスタムとかっていうのはどこら辺までやられてるんですか？カスタムは塗装はやらないので、パーツチョイスと、うんうん、あの仮組とか、はい、うん、あのそういう相談は受けたりしてますけど、何分人間が古いので趣味が古かったりするので、出来上がりが大体こんな風になっちゃうという、かっこいいですね、うん、大好きでね今なんかね、最近はあの、うん、と2000年90年代終わりとか2000代頭の当時のドリフト車の、うん、何これなんつうのこういうのは、再現、あ、はいはいはい、再現っていうのかな、リメイクってやつか、リメイクっていうのかな、なんかそういうのがやっぱちょっと多くなってきてるかな、うん、なんであのお店にずっと本棚に溜まっていくドリフト天国の古いやつが、うん、あとバトルマガジンとかがすごくあのなんていうの、教科書になってるみたいで、もうカペカペになってね、タバコの槍とかでなってるのを持って帰ってちょっと見て勉強するんですっていう子は若い子多いね。うん、そうなんですか、ね、うん、車のカスタムからオイル交換から、そうですね、アライメントも、はい、アライメントも一応やります、頑張ります。車のセッティングも、うん、ここ最近は、はい、あのフルコンに変わってきているので、うん、ダイナのある同業者さんとかと協力しながらやったりするけど、うん、昔みたいに実装でっていうのはやっぱちょっと危ないし、うん、まあ、何よりあの老眼になってきて夜が暗いと見えなくなってんで、ある程度のとこまでは手伝ったりあの関わったりするけれど、うん、やっぱそのきっちりエンジンを作って、はい、がっつりセッティングってなると、あの設備のあるところを利用したりとかっていう形になってますね、うん、はい、うん、はい、視聴者さんに、はい、なんか一言あれば、はい、とにかくあのもうこれから車はなくなってくるし、値段もどんどん高くなってくるんで、なんて言うんだろう、とはいえ走ってる方が絶対楽しいんで、うん、やっぱり走ってねってやっぱ思います、うん、しかも若い時に乗っといた方がいいよって、うん、その当時乗れなかったからって、ね、何十年後かに買うっていうのはまた一ついい話だったりロマンかなって思うんだけど、俺は多少苦労してでも乗るべき年代に乗って楽しんだ経験の方がどんだけ価値があるか分かんないよって俺は言ってるかな。だからできれば使って乗ってくださいって、うん、ご所大事にガレージに飾っておくのもダメとは言わないけど、そういう趣味もあるのも分かるし理解できるけど、せっかく若い子でドリフトのできるスポーツカー買ったんだったらまずは走ってみた方が絶対なんかもらえるもの多いよってよく言います。なんで頑張って皆さん走ってください、応援してます。基本的には初心者が大好きです。あ、初心者の人に、楽しいのを覚えてもらうっていうか、うん、楽しくなってきたんだなっていうのを見るとやっぱり嬉しいから、だから、ちょっとうるさく言うし、うん、で楽しさの入り口のとこ、初心者の人大好きなので、はい、来てもらえれば、その代わり説教は長いよ。説教長めです、うん、説教長めです。でも、うん、ちゃんと楽しく遊べるようにはしてあげたいなっていつも思ってるんで、うんうん、分かります。競技もその中にちょっと入ったりもするけど、競技がメインではないので、ね、
ほっぽっとくと若い子はすぐ死んじゃうから、うん、目標を持たせる意味で競技って言ってるだけで、うん、競技は実は目的じゃなくて手段なので、目的は、若い時に楽しく車で遊ぶっていうのが多分大事だと思うので、そういう感じでやってます、はい、なんでこれからやりたいって思うんであれば、多少今車高いけどその分に見合うだけ楽しい思いできると思うんで、やってください、頑張ってください、します。ありがとうございます。